京都桂川を見下ろす小倉山です。鎌倉時代ここにあったといわれる山荘で、日本の文学史に燦然と輝く和歌集が生まれました。足引きの競技カルタでもおなじみの百人一首です。学校の授業で習ったという方も多いと思います。僕も授業で暗唱しました。そんな百人一首を編纂したと言われるのが、鎌倉時代初期の公家で天才歌人と称された藤原定家。定家と呼ばれることが多いでしょうか。その定家が集めた百人一首は日本で最も有名な和歌集の一つですが、実はいつできたのか、何のために作られたのか、どのような基準で和歌を選んだのかなどなど、今なお多くの謎に包まれているのです。今回はそんな百人一首のミステリーを、百人一首ミステリー、藤原の定家からの挑戦状、その歴史の謎鑑定します。5本。世は平安の世から鎌倉の世にかけて歌人で名を馳せた定家じゃ。実は皆にも馴染みがある百人一首というものに世の思いを忍ばせておいたが、わかるかな。その手がかりは日記に残してあるぞ。それが定家が10代から80歳で亡くなるまでほとんど欠かさずつけていたと言われる明月記です。文略2年1235年5月27日の日記に百人一首に関する記述があります。定家74歳の時のこと。佐賀中院の障子の色紙型を世に書いてくれと加納入道から懇切に頼まれた。世なぞがと恐れ多いと思いながらも、できないなりに書き始め、これを送った。古来の人の歌をそれぞれ一首ずつ、天智天皇より家隆正常に及ぶまでを選んだ。この日記に登場する加納入道とは、京都佐賀に山荘を持っていた連勝法師のこと。定家より10歳年下と言われる連勝もまた和歌の名手でした。定家の嫡男為家が連勝の娘と結婚しており、二人は姻戚関係にあったことから、定家は佐賀の山荘によく歌を詠みに行っていたといいます。そんな連勝が定家に、この山荘の襖障子に和歌の色紙を貼りたいので、良いものを選んでくれませぬか。そう熱心に頼んできたため、定家はこれを受け、古来の歌を一人一首ずつ選び届けたと日記にあるのです。このことから百人一首の成立は日記が書かれた文略2年1235年と考えられているのですが、成立当初百人一首といった名がついていたわけではありませんでした。百人一首という名が文献に最初に現れるのは定家の死後、室町時代になってからのこと。現存最古の百人一首の注釈書といわれる百人一首抄の序文にこうあるのです。小倉山荘色紙和歌右百首は、京極公文小倉山荘色紙和歌なり、それを世に百人一首と号するなり。京極公文とは藤原の定家のこと。この記述から室町時代定家が選んだ百首の和歌に
小倉三宗色紙和歌という名がついていて、一般的に百人一首と呼ばれていたことがわかるのです。小倉三宗色紙和歌ですか。今も小倉百人一首と呼ばれていますが、これは定家が佐賀の小倉山に自分の山荘を持っていて、そこで和歌を編纂したためと通説では言われています。一人一首、古来百人の歌を選んだという和歌集百人一首は、四季をテーマにしたものが32首あるのですが、その半分が秋を詠んだものなのです。これは依頼主である蓮生の山荘があった佐賀が紅葉の名所だったからということなのでしょうか。また恋をテーマにした歌も多く、なんと全体の半数近い43首もあるのです。例えば有名なこの歌もそうです。足引きの山鳥の尾のしだり尾の長々しよ一人かもねん。歌聖と称えられる飛鳥時代の歌人柿の本の人麻呂の歌です。山鳥の長く垂れ下がった尾のように、私はこの長い長い夜を一人寂しく寝るのだろうかと、恋しい人に会えない寂しい秋の夜を呼んでいます。百人一首はこのように男女の恋を歌ったドラマチックな和歌が多く収録されているのですが、選ばれたのは美しい歌や著名な歌人だけではないようなのです。一体定家はどんな百首をどんな基準で選んだのか調べていくことにしましょう。歌集は平安時代や鎌倉時代に盛んに編纂されました。中でもよく知られているのが勅撰和歌集という、天皇や上皇の命令によって編纂された公的な歌集。そこに歌が選ばれるのは歌人にとって最高の名誉でした。百人一首はそんな勅撰和歌集に選ばれた歌人の歌を中心に作られていることから、優れた歌で編纂されていると考えられてきました。しかし百人一首を長年研究してきた草野隆さんはこう言います。正直一流歌人と言えないような人の作品も少なくないのです。勅撰和歌集に収録された和歌が10首に満たない歌人が20人近く入っていたりいたします。天智天皇や持統天皇、安倍の仲間らがそれに該当しています。歌人としては一流と言えない人物の歌も収録したという定家。では定家は百首をどんな基準で選んだのでしょうか。これが最初の藤原の定家からの挑戦状、百人一首ミステリーです。謎を解く鍵は百人一首の2番目に歌が収録された持統天皇。春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す蝶天のかぐ山。天のかぐ山に真っ白な衣が干されているところを見ると、春が過ぎて夏が来たらしいわ。持統天皇に至っては記録に残された和歌の数が少なくて、入れるべき作品がないのです。歌人と呼べる人だったのかどうかも疑わしいのですが、なぜか2番目に載せられています。こうしたことから考えますと、定家はどうも和歌の内容よりも誰が読んだかという歌人の方を重視して和歌を選んでいるようです。読み人を重視したという定家の狙いについては諸説あります。その一つが、百人一首は
およそ390年続いた平安王朝の壮大な歴史物語を和歌で表現したという説。百人一首には歴史に名を残す逸話を持つ天皇や天皇を経験した上皇が8人入っています。例えば百人一首の一番目に選ばれた天智天皇、その歌がこちら。秋の田の狩り尾の伊予の苫を荒み、我が衣では梅雨に濡れつつ。秋の田のそばに立つ仮小屋の屋根を吹いた苫の目が荒いからだろう。私の衣の袖が梅雨に濡れているのは。秋の収穫時期の様子を詠んだこの歌は、もともとは万葉集に収録されていた作者不明の歌でした。それを天智天皇が気に入り読み直したとされているのですが、定かではありません。それでも定家は天智天皇の歌として百人一首の最初に収録したかったのだといいます。天智天皇が選ばれた理由は、平安京遷都を実行した桓武天皇の直系の先祖にあたる人物であるということが理由に挙げられています。平安朝の皇統の大元として、その歴史を語る上で外せない人物のために最初に入れたかった、そう言われております。桓武天皇は曽祖父である天智天皇が行った律令制に倣い、国を立て直そうと平安京に都を移した天皇です。そのことから定家は天智天皇を平安王朝の始祖と考え、百人一首に収録する最初の歌人に選んだ。そして次に天智天皇の娘である持統天皇を収録したのです。つまり百人一首は平安王朝の始まりを思わせる親子の和歌で始まっているということ。さらに百人一首で平安王朝の歴史を綴ろうとした定家が、その15番目に選んだ高校天皇もまた平安王朝の歴史を語る上では欠かせない人物でした。高校天皇は鷹狩りを復活させるなど、宮中行事の再興に努めるとともに、和歌などを奨励、平安貴族文化を花開かせた天皇なのです。そして百人一首を締めくくる歌に選ばれたのが、後鳥羽上皇と順徳上皇の親子。二人は鎌倉時代初期の承久3年1221年、鎌倉幕府に反旗を翻し乱を起こすも、幕府軍の圧倒的な力によって鎮圧され、後鳥羽上皇は隠岐へ、順徳上皇は佐渡へ流されてしまいます。これによって武家政権の優位が揺るぎないものとなり、平安王朝の復活の芽は絶たれたのです。こうしたことから天智持統天皇親子の歌で始まり、後鳥羽順徳上皇親子の歌で終わる百人一首は、華やかなりし頃の平安王朝を歌で綴った壮大な物語だと言われてきたのですが、一説に百人一首は藤原定家が歌で平安王朝の歴史を綴ろうとしたと言われていますが、草野さんは百人一首を丹念に研究する中で新たな説にたどり着いたといいます。私は人生で悲劇に見舞われた人や不幸な人生を送ることを余儀なくされた人を
定家は選んだのではないかと考えています。その一人が平安時代中期の三条上皇です。三条上皇は25年にもわたる皇太子時代を経て、寛弘8年1011年にようやく天皇に即位したものの、わずか5年で攘夷を余儀なくされます。そこには時の権力者だった藤原道長の存在がありました。道長は自分の娘彰子を先の一条天皇に嫁がせ、孫となる男の子を設けていました。道長はその孫を天皇に即位させるべく、三条天皇に早く攘夷するよう圧力をかけたのです。三条天皇はこれに屈し、道長の孫厚平親王に攘夷。その翌年、失意のうちに42歳でこの世を去ります。不遇の人生を送った三条上皇の歌の中から定家が選んだのは、心にも荒で浮世に流らえば、恋しかるべき弱の月かな。心ならずもこの辛く儚い世に生きながらえていたならば、きっと恋しく思い出されるに違いない、この夜更けの月を。不本意ながら攘夷した辛さを表した歌です。平安時代末期の崇徳上皇の人生もまた苦難に満ちていました。まだ天皇だった頃、父親である鳥羽上皇が朝廷の実権を握る院政を敷いていたため、思うような祭り事ができなかったばかりか、父に疎まれ退位させられてしまうのです。その後は弟の後白河天皇と対立、朝廷は2つに分裂し、武士をも巻き込む戦へと発展、世に言う保元の乱です。戦いの結果、崇徳上皇側が敗れ、上皇は讃岐へと流されてしまいます。そして京の都に帰る夢が叶わぬまま亡くなり、崇徳の魂は怨霊となって都を呪ったと伝えられているのです。百人一首に定家が選んだ不幸な歌人たちは天皇や上皇だけではありませんでした。朝廷で出世するも、政敵である藤原氏の策略で太宰府に左遷され、亡くなって怨霊となったといわれる菅原道真、鎌倉幕府将軍である兄を殺され、その後を継ぐも最後は甥に暗殺されてしまった源実朝などです。なぜ定家は不幸な人生を送った歌人を選んだのか、それが2つ目の百人一首ミステリー。そうですよね、人の山荘の襖に貼る色紙用の歌でしたよね。不幸な人生を送った歌人の歌が並んでいたら、あまりいい気分ではない気がするのですが、先生、定家はなぜ不幸な人生を送った歌人を選んだのでしょうか。彼らに対する鎮魂の意味を持ったものなのです。百人一首は不幸な人生を送った歌人たちに対する鎮魂の歌集でもあったということですか。ただこれは蓮生奉仕という依頼主あっての編纂ですよね。蓮生はこの定家のコンセプトに賛同したということですか。実は私は和歌の作成を依頼した蓮生こそが百首の和歌を不幸な歌人を集めたものにしたいと考え、定家に提案したのではないかと考えています。不幸な歌人たちに目を向けたのも蓮生の意向があってのことだと思うのです。
依頼主の意向ですか。蓮生が定家に不幸な歌人を選ぶよう提案したその理由は、蓮生の人生をたどるとわかるといいます。蓮生は現在でいう宇都宮を拠点にした豪族宇都宮氏の棟梁で、名を宇都宮頼綱と言いました。もともと鎌倉幕府の有力御家人として活躍し、幕府を支えた武士でした。しかし元久2年1205年人生を大きく変える事件が起こります。将軍を補佐する執権だった北条時政の御妻牧の方が、三代将軍源実朝の暗殺を画策。計画は失敗に終わったものの、なんと頼綱にも謀反の疑いが。頼綱の妻が時政と牧の方夫婦の娘だったため、頼綱が牧の方と通じていると疑われたのです。頼綱は身の潔白を証明するため思い切った行動に出ます。一族郎党60人余りとともに出家したのです。その後は実親坊蓮生と号して京都の嵯峨野で暮らし、浄土宗に深く帰依していきました。蓮生は出家後熱心な浄土宗の信者になりました。これが百人一首を作るにあたり、不幸な人生を余儀なくされた歌人の歌を選ぼうと考えることになった大きな理由だと思います。浄土宗に深く帰依したことが関係しているというのはどういうことでしょうか。浄土宗には阿弥陀如来の本願に基づいて人々を救済しようという考えがあります。現世で苦しんだとしても念仏によって誰でも極楽浄土に行くことができるという教えです。つまり蓮生は自身の山荘の襖の障子に苦難に満ちた人生を生きた歌人たちの歌を貼ることで、そこを歌人たちに思いを馳せる場所とし、その歌人たちを浄土に導くべく祈り追善供養するという装置にしたかったのではないかと私は考えています。和歌で彩った襖障子は追善供養の装置ですか。蓮生自身も謀反を疑われ出家した身ですからね。苦難の人生を送った歌人たちに寄せる思いはひとしおだったということでしょうかね。それで蓮生はその構想を定家に伝えていたということでしょうか。蓮生は定家の人となりをよく知っていたので、この企画なら定家も面白いと乗ってくれると考えたのでしょう。そして後世に残る素晴らしい歌集ができたということですか。先生ありがとうございました。藤原の定家が選者とされる百人一首ですが、そもそもなぜ百人だったのでしょうか。そこには朝廷の実力者だったある人物が深く関係していました。もともと定家は平安時代中期に天皇を補佐する摂政にまで上り詰めた藤原道長の血筋。ところが道長の直系だった定家の祖父が亡くなり、父親が親類に養子に出されてしまったことで運命は一変。出世コースから外れ、家は没落の一途をたどりました。そんな中、くすぶっていた定家を引き上げる人物が現れたのです。時の後鳥羽上皇です。後鳥羽上皇は皇族でありながら相撲、水泳、乗馬、弓道などの武芸をたしなみ、その一方で和歌の才能を発揮した万能の才を持つ人物でした。正治2年1200年、後鳥羽上皇は
貴族たちに百首の和歌を提出させます。そしてその中から定家の和歌を手に取った後鳥羽上皇は一目でその才能を見抜き、側近に取り立て和歌どころの役人に任命。さらに勅撰和歌集「新古今和歌集」の選者の一人に抜擢したのです。この時定家40歳。後鳥羽上皇に認められたことで定家は歌人として、そして朝廷に仕える臣下としてその地位を確立していきました。こうして定家と後鳥羽上皇は和歌を通じて互いを認め合い、蜜月の時を過ごしていたのですが、和歌に対する価値観の違いをめぐり二人は衝突するようになります。そして承久2年1220年、ついに定家は後鳥羽上皇の逆鱗に触れ出仕を禁じられるのです。その翌年のことでした。後鳥羽上皇が承久の乱を起こしたのは、京の都からはるか遠い沖へ流されてしまった後鳥羽上皇に定家が会うことは二度とありませんでした。この時上皇の側近たちにも処罰が下ったのですが、定家は上皇と袂を分かっていたため、を単独で編纂する栄誉を賜ります。これも引き立ててくれた院のおかげ、歌を入れられはしまいか。そう考えた定家は後鳥羽上皇の歌を選び、新勅撰和歌集の中に組み込むのですが、幕府に反旗を翻した人物の和歌を入れるのは不適切だと周囲から圧力がかかったのです。仕方なく定家は後鳥羽上皇の和歌を外すことにしました。そして無念の思いを抱えたまま新勅撰和歌集を完成させたのです。その歌集を朝廷に納めた2ヶ月後のことでした。連勝法師から山荘の障子に貼る和歌の色紙を作ってほしいと依頼があったのは、これは新勅撰和歌集のような公的な歌集ではなく私的な歌集。そのためどこからも圧力がかからず、叶わなかった後鳥羽上皇の歌を入れることもできます。定家は早速構想を練り始めました。その中でこの歌集が頭をよぎったのでしょう。後鳥羽上皇が流された沖の地で作り上げた時代不動歌合わせ、歌人を100人、それぞれから3首ずつ選んだ歌集です。100人の歌人から歌を選ぶとは心惹かれるの。定家は歌人として敬愛する後鳥羽上皇の歌集に刺激を受け、歌人を100人選ぶことにしたのかもしれません。そしてその中に新勅撰和歌集では入れられなかった後鳥羽上皇の歌を入れたと考えられてきたのですが、昭和26年1951年、宮内庁所領部であるものが発見され騒然となりました。それがこの「
百人秀歌。歌の並び順などは違いますが、定家が年少の山荘の障子に貼る和歌を選ぶにあたって作った原案、草稿ではないかと考えられる歌集です。その発見自体ももちろん驚きだったのですが、何より研究者たちを騒然とさせたのが、百人秀歌には百人一首に収録されている後鳥羽上皇の歌がなかったこと。つまり定家は連勝から頼まれて選んだ和歌の中に結局後鳥羽上皇の歌を入れなかったということになるのです。新直線和歌集に自らを引き立ててくれた後鳥羽上皇の歌を入れようとした藤原の定家でしたが、周囲の圧力により断念。その悔しさもあって、定家は連勝からの依頼に上皇の歌を入れたかったはずなのですが、百人一首の草稿といわれる百人秀歌の中には後鳥羽上皇の歌がないのです。つまり定家は上皇の歌を入れずに連勝に草稿を渡したことになります。なぜ定家は後鳥羽上皇の歌を入れないことにしたのか、これが3つ目の百人一首ミステリー。実は定家は鎌倉幕府と敵対する後鳥羽上皇の歌を入れると、もともと幕府に仕えていた連勝が不快に思うのではないかと心配し、気を使って断念したのではないかと言われてきたのですが、草野さんはこれにも新説を唱えています。なぜ後鳥羽上皇の歌を定家が入れなかったのかは、連勝が不幸な歌人の鎮魂のため和歌を選んでほしいと依頼したとなれば、すでに亡くなった歌人を対象に選ぶことになります。依頼があった時まだ後鳥羽上皇は存命しています。そのため定家は和歌色紙に収録しなかったのでしょう。こうして定家は後鳥羽上皇の歌を入れずに草稿を連勝に届けたのです。なるほど。でも現在知られている百人一首には後鳥羽上皇の歌が入っているんですよね。先生、これについてはどうお考えでしょうか。定家が一応の選歌を終え、連勝に草稿となる百人秀歌を託したちょうどそのタイミングである事件が起こりました。それが連勝の気持ちを変える引き金になったんです。文略2年1235年5月14日のことでした。定家は宮中に出入りしていた息子の為家から思いもかけないことを聞くのです。それは流されていた沖から京の都に戻りたいという後鳥羽上皇の嘆願が鎌倉幕府によって拒否されたという内容。後鳥羽上皇は死ぬまで沖に幽閉されることになったのです。その知らせは連勝のもとにも届きました。これを聞いた連勝は不幸な人生を送ることが決定した歌人として検証や鎮魂の対象になり得るのではと考えたのでしょう。そこで後鳥羽上皇の和歌も収録し検証することを定家に提案したのだと思います。後鳥羽上皇を恩人とし敬愛していた定家に異論はありませんでした。そしてこんな後鳥羽上皇の歌を選ぶのです。人も惜し人も恨めし味気なく、世を思うゆえに物思う身は、人が愛おしく思われまた人が恨めしくも思われる、面白くないとこの世を思うところからあれこれと物思いをするこの私にとっては、
世の中は自分の思うようにいかないと嘆いた歌です。蓮生が定家に当初の予定を変えて後鳥羽上皇の和歌も入れたらと提案した際、かなりあっさりその案を受け入れています。定家にしても後鳥羽上皇の和歌を入れることができてよかった、ほっとしたという気持ちがあったのではないでしょうか。定家が百人一首に選んだ自らの歌です。この人を松穂の裏の夕凪に白夜も潮の身も焦がれつつ、待っても来ない人を待つのは松穂の裏で夕凪の頃に焼く藻塩のように恋焦がれて苦しいものだ。これは定家が淡路島の尼が恋人を待つ気持ちを詠んだ歌と言われています。もしかしたら和歌を選んだ際に定家はこの来ぬ人に都に帰ることがかなわない後鳥羽上皇のことを重ねていたのかもしれません。もう会えない寂しさの中でせめて互いに通じ合った和歌の世界で会いましょうとでも言うように。なるほど。しかしそうなるとちょっと気になることがあるのですが、百人一首には後鳥羽上皇は後鳥羽院と表記されているのですが、この後鳥羽というのは実は本人が亡くなった後に贈られる名前、死後なんです。定家が蓮生の山荘のために歌を選んだ際には後鳥羽上皇はまだご存命、後鳥羽上皇は定家より2年早く亡くなっていますが、後鳥羽という死後が贈られたのは任治3年1242年、定家が亡くなった後なのです。つまり定家が百人一首に後鳥羽院と記すことはできないということになるのです。百人一首の依頼主である蓮生の提案により、山荘の障子に貼る和歌に後鳥羽上皇の歌を入れることができた藤原の定家。しかしその頃沖に流されていた後鳥羽上皇はまだ存命、沖院と呼ばれていました。ですから本来ならば読み人の表記は沖院となるはず。しかし私たちが知る百人一首には後鳥羽院と表記されているのです。後鳥羽という死号が付けられたのは定家が亡くなった後、つまり定家ではない他の誰かが改訂し読み人の表記を変えたと考えられるのです。その人物とは一体誰だったのか、百人一首最後のミステリーです。京都嵐山の北、ここにかつて蓮生の別邸である山荘がありました。蓮生は正元元年1259年11月にこの世を去ります。その後山荘を受け継いだのが蓮生の娘婿で定家の嫡男であった為家でした。そしてこの為家こそが百人一首を改訂した人物だというのです。為家は父と後鳥羽上皇の関係を知っている上に蓮生とも深い交流がありました。つまり定家が蓮生の山荘の襖に貼る和歌の編纂についてもろもろ事情を知っていた人物なんです。実は為家もまた父定家同様後鳥羽上皇から目をかけられていました。さらに後鳥羽上皇の子順徳上皇からも気に入られており、順徳上皇が
父後鳥羽上皇とともに承久の乱で幕府に反旗を翻し佐渡に流されることが決まった際には、為家に共に来てほしいと頼んだほど。為家はお供しようとしたのですが、父定家に引き止められて京の都にとどまり、その後に定家の死後、朝廷の有力者たちから蓮翔の山荘に飾られた和歌の色紙を冊子にまとめてほしいという依頼がありました。それを作る際に為家は冊子として見やすいよう改訂を加え、その際に作者表記を直したり順番を変えたりしたのでしょう。そこで沖印の表記を後鳥羽印に変えたのだと考えられます。それが百人一首として後のように伝わっていったのではないかと私は考えています。百人一首の最後百首目は、為家が音もできなかった順徳上皇の歌です。桃敷や古き軒場の忍ぶにも名をあまりある昔なりけり、宮中の古びた軒場の忍ぶ草を見るにつけても忍び尽くせぬほど昔の良き時代が懐かしい。天皇家が栄えていた古き良き平安王朝を懐かしむ歌で百人一首は締めくくられているのです。定家と蓮翔二人の思いが息子に受け継がれ生まれた鎮魂の歌集百人一首、苦難の人生を余儀なくされ、この世に未練を残しこの世を去った歌人を偲び、壮大な平安王朝の歴史に思いを馳せる美しくも悲しい絵巻物のような歌集、その物語に浸ってみたい、そう思いました。鎮魂の気持ちを込めて。京都嵯峨野にある二尊院。参道を抜け、長い石段を登った先にある細い山道を進むと、そこに定家が和歌を編纂したと言われている小倉山の山荘跡があります。今でも百人一首を愛する人たちが訪れる定家ゆかりの場所。そしてここ二尊院では定家の法要と定家にちなんだ歌会が行われています。百人一首を残した藤原の定家に思いを馳せて。